あの体重もちょっとずつ増えてきてるから素晴らしいですね。35度か、まあ、ね、それ以外の時なんか、食べたら、これが38度ですね。はい、で、ペレットは25にしてるんですね。25です。はい、でも全部、ペレットは食べるんですね。野菜も66の12は、きれいに食べるんですね。タランジって相当要求する。まあでも、そう、ペレットは、まあ、そうね、もう、25で止めたとし、野菜も12で止めたとし、そうすると、足らんって言ったら、チモシを食べるはずなんで、チモシを食べると体重が増えてきますからね。はい、ごめんなさい。一回ちょっとこの紙に出しますね。テリヤクを150欲しいけど、ステロイド、あのこの子使ってるんで、ちょっと治療は長くなってるんですけども、あの前回薬の量下げてるんで、今回は先週と同じ量で、はい、で調子よければ来週また量を下げてきますんでね。はい、150、200、どこに僕が食ってやるときは嫌がるのに、こっちの手で目をしっかり崩してあげて、そしてあの枕にしてあげると、じっとしてそう、じっとして寝れるので、一応捕まえてるんですけど、あの目を隠してあげて、あのこうしてあげると結構おとなしくプラスにさせてもらえるので、こっちでもね、プラスにするとこうやって持ってあげてください。はい、じゃあちょっと緊張をほぐすすると、はい、ね、うん、やばね、ごめんね、はい、ね、はい、美味しい、美味しいね、濃厚ですね。はい、 OK ですね。本当にね、もう口持ってるだけで十分で開けてる。飲んで？あ、本当。もう無理やりこっちしなくても。あ、飲んでくれます？口元を持っていくとね、あの自分でちょっと上上げて、口上げて飲みますよ。本当。これ僕だけですけど、次この3、4回ですからね。あ、素晴らしい。それなりに素晴らしい。あ、じゃあ、あの、はい、いいですか。はい、これください。これだとさ、怖いからさ。自分からだとです。はい、じゃあ、あの、またお伝えいたしますね。はい、で、あの、観察用紙もね、出しておきますんでね、はい、すいません。はい
はい、ありがとうございます。はい、じゃあお時間ください。